大勝負の青木拓磨さん、加藤中馬さん、発祥者の皆さんお話しするべきですけれども、はい、一緒にコラボレーションしてオープニングブルースイベントで7、80人ぐらいですか、はい、はい、7、80人ぐらいで一緒に合唱しました。どうもありがとうございました。盛り上がったと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よかったそうです。よかったです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、続きまして末田敦也さんです。どうぞ。はい、菅さんは、パークにあります、虹の家という、振り返っていただきますと、コワコワした形の非常にカラフルな、インスタレーションがございますのと、テラスの中の皆さんの足元ですね、足元に綺麗な映像を投影されていますけれども、これはパナソニックさんのご協力でできたと思いますけれども、この2点の作品を出品していただきました。では、コワコワお願いします。アーティストの末田敦也と申します。ただいまご紹介に預かりましたように、外の虹の家というバルーンとあちらの空というアニメーションを展示しております。皆さんぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、たくさんいらっしゃるのですいません、もう一息です。竹澤葵さん、竹澤さんは、先ほどご協賛いただきましたクリームさんという、横浜のメーカーさんのご紹介ございましたけれども、そちらのスタッフさんでもあるアーティストです。どうぞ一言お願いします。株式会社クリームの竹澤と申します。
内側から光を燃やしたい、そういう思いで今ご参加くださっております。11月3日のチャンネルアート、7名の石が次の舞台に行ったような、どうぞようやくの方を。ありがとうございます。